US オープン US オープンナイ 9, ボールチャンピオンシップ US, は、1976年から、アメリカ合衆国バージニア州で開催されている、ポケットビリヤードの選手権である。世界のトッププロが競う国際オープン大会であり、今日では、世界選手権と並んで、最も権威ある大会の一つである。2008年大会は10月19日から25日。 2007年10月に開催された第35回 US オープンの男子部門のチャンピオンはシェーン・バン・ボーニングである。この年から優勝賞金は5万ドルに上がった。ボーニングはダブルイミネーションで行われたこの大会で無敗のまま優勝し233人の頂点に立った。決勝戦の相手は前年の世界選手権者のロナート・アルカノ。同年の女子チャンピオンは アリソン・フィッシャーであった。1976年に初開催された US オープンは2005年には世界中から256名のプレイヤーが参加するまでになった。男子部門のプロモーターは1976年以来 EN ・バリー・ベアマンが務めている。また司会者としてスコット・ザ・ショット・スミスが有名である。女子部門は ホップバにより統括されている。初回の大会は、現在の会場のチェサピークカンファレンスセンターから、ほど近いノーフォークのビリヤード場、旧マスターズプールルームで開催された。11セット選手、勝者ブレイクのダブルイリミネーションで行われ、勝者側、敗者側の代表をファイナリストとし、決勝戦は13ラック選手で戦われる。 多くのポケット競技の選手権同様、完全ダブルイルミネーションではない。US オープンは、そのダブルイルミネーションの過酷さから、優勝するのが、世界選手権より難しいと言われることがある。世界選手権のトーナメントでは、初めは8ラック選手や、9ラック選手から開始されるが、US オープンでは、全試合が11ラック選手とセット数が多い。また、 ダブルイリミネーションであるため試合数自体も多いためスタミナも要求される。試合会場のメインテーブルはいわゆる TV テーブルであり、ここでの試合はアキュスタッツからビデオおよび DVD が販売されている。また、ビリヤードクラブネットワークが動画をオンデマンド配信している。著名なプロ選手や業界関係者による実況、解説が付加されている。 優勝者には、副賞として、緑のブレザーが授与される伝統がある。また、US オープンのエントリー費が、修正免除される。トロフィーは、アメリカ合衆国の地図を模した、平たく巨大なものである。アジア勢の優勝は、1994年のエフレン、レイズ、2005年のアレックス・パグライアン、2015年の、テイ・ケンのみ2008年まで、 アメリカ人以外で優勝したプレイヤーは、エフレン・レイズ、ラルフ・スケー・ケアレックス・パグラヤン、ミカイ・モネンの4人のみで、この4人はいずれも世界選手権の優勝者であった。その後現在に至るまでに、英国のダレン・アプルトン、台湾のテイスコットランドのジェイソン・ショウが加わった。男子の選手権と異なり、女子部門では出場資格がホプバ所属のプロに限られ、 さらに一定以上の試合に出場して、ポイントを得ている選手のみとなる。2007年の優勝者は、アリソン・フィッシャーで、自身3度目の優勝及び15度目のホプバ、クラシックツアータイトル獲得となった。ありがとうございます。